おそらくね、1番がりょうさんだよね。2番が中川だったから1番りょうさんじゃないか。いや、出したいね、りょうさん今日。で、今のところは、1枚、マリアが狙いの来てっから、調子はいいんだよね。まあ、コンプまではまだまだなんだけど、かぶりもまだ2枚しかないし、部長とね、レモン。部長とレモンが、前回、被ったと。レンチャンで被ったよね。で、今回こそは絶対に、ジョディと、あー、来てくれっから、まとい。ジョディとまといがすごい欲しいんだよね。ジョディとまとい、ザンと。おー、頼むぜ。あと、レイコも欲しいよな。まといはここに映ってんだけど。いや、つうか、マリアすげー可愛いんだけど。マリアのね、ちょっと待って、これ。めっちゃ可愛くない？マリア。やべえな。りょう様、これもう一番欲しいわ。じゃあ、まあ早速、行ってありますかね、旧式。ジョディ、金髪美女来てくれ。そして、まといな。頼むぜ、下町、娘よ。頼むぞ。あー、来るかな、来るかな。マジ緊張すんね。この出す瞬間がさ、めっちゃ緊張するよね。寺井陽一、あれこいつ名前変わったよね。寺井陽一、来た、寺井か。まず、ね、パッケージだと上の方にいたような気がする、これ。寺井。まあ、ここのね、別にどうでもいい部類っちゃどうでもいい部類なんだけど、まあ、コンプには必要だからさ、もうせっかくだからコンプしたいんだよね。もう、こち亀、連載終了、もうタイミングいいし、欲しいんだよね、全種。コンプしたいんだ。だから頑張る、俺は。いや、寺井か。一発目、寺井。いくぜ。超キリス。チョッキです。チョッキです。さて、来てくれっかな、ジョディ。あとね、バクリュー大佐も欲しいんだよね、バクリュー大佐。工場いつも大好き。お、ナナちゃんだ。乙姫ナナ。ホンダの彼女、ザント。可愛いね。まあ、あんまりタイプではないんだけど、やっぱね、マトイとジョディだよな。いや、ジョディとマト、ほんと可愛いんだよね。ジョディ、ジョディのさ、シールデザインはジャンプにちょっとネタバレ書いてたんだけど、うん。すげえ綺麗なデザインだったから、マジでゲットしたい。あとは、トツカ。まあ、トツカいないと思うけど、シークレットも欲しいよね。シークレットも出したいな。よし。今回、初シールがたくさん。さて、ジョディ、マトイ、ホン、すげえ。ナナちゃんからのホンダってすごくね？マジで？すげえな、これ。結構な確率じゃね？ナナちゃんとね、ホンダが、連チャンできたわ。番号も繋がってんの、繋がってないわ。6番と8番だから、7番、寺井何番？寺井は15番か。で、ホンダが6番に、奈々ちゃんが8番。7番なんだろうね。7番俺まだ持ってないから、気になる。ホンダと奈々ちゃんの間に入る。誰だ？誰だ？カップルの間に。バイク乗ってる時のホンダすげえかっこいいんだよな。両津の旦那。よし、待って。奈々ちゃんいたけど、ホンダだけ、ホンダだけんかな？もしかして。順番的にさ、ホンダだけんっぽくない？7番。いや、わかんないけどね。あ、そっか、デタラメだ、これ。後ろの、順番は関係ねえか。よし、行くぜ。これ、シークレットじゃない？おそらく。あ、でも違うわ。24番って書いてあるから、普通の23番持ってる、誰だっけ ?23。誰の次だ？あ、レモンか。レモンの次かな、これ。24。え、マジで？レアだと思ったけど、シークレットだと思ったんだけど、R って書いててレアだったから、他に R って書いてるやつあった？ないよね。これ初だよね。これシークレットなのかな？いや、違うわ。シークレットだったら S って書いてると思うんだ。マジで？いや、これ、りょうさんの子供の頃来た。大人の前に子供のりょうさんゲットできたわ。つうか、すごいね、これ、キラ、レベル。うわー、いいわ。これ開けたいな。被ったら出そう。1枚。じゃあ、今回ね、ラストワン。ラストワンです。来るか。つうか、本当にこれ、R ってなんだ？シークレットっぽいけど、24番だから違うか。そっか、30種で、シークレットは最後だと思うんだ、俺。29、30あたりがシークレットだと思うんだけど、これわかんねえな。ちょっと、ググっていい？ネットで。いや、でも、デザイン出ちゃったら見ちゃうから嫌なんだけど、どういうことか調べたい。R ってレアって意味だと思うんだけど、おー、すげえ、りょうさんだ！これ1番でしょ。りょうさん。ホロりょうさん来た。すげえ。子供りょうさんからの、大人りょうさん。面白え。なんか、すごいね。奈々ちゃんからのホンダ。で、子供りょうさんからの大人りょうさん。りょうつかんきち。ありがとうございます。湯水のようにアイデアが湧き出てくる。さすがりょうさんだよな。行動力といいさ。黙ってわしについてこい。いや、りょうさんマジになったらさ、もう超金持ちになりそうだよね。いつも最終的に失敗してっけど、ガチでやればめちゃめちゃ金持ちになるような、りょうさん。やった、コンプに近づいた。ありがとうりょうさん、ありがとう。あと、マトイとジョディなんだけど、なんで来ないんだ。ジョディ来てくれ、マトイ来てくれ。全然来ねえな、あいつら。チックショマイヤ絶対に出してる。いつかね、出ると思うから、また買ってくるわ。くそ、欲しいな。
ウエハース開けた分、いやでもねちょっときつくなってきたんだよウエハース。他のお菓子も食ってて今まあ5個6個7個が限界かな、一度に食える量まあどうしても食えなかったらラップに入れて取っておこうと思うんだけど、でも味が落ちるからな今食っちゃいたいよね。牛乳も買ってきたし、じゃあこれから俺はねウエハースパーティーだから、最後はどうしようかな、マリアバイバイだよな。マリアほんと可愛いよね、性格もすげえいい子だし見た目も可愛いし、まあ元男だけどめちゃめちゃ大好き、超可愛い。でリョウ様ついにゲットしたぞマリア、お前のリョウ様いいなこの商品マジで、なんかこれっきりじゃなくて第2弾とか出してほしいこち亀ってさキャラ多いからたくさんできるよね。